もらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ、シュート小ジュート、賢くこなせ、たやすいはずだ。愛すればいい、人の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して繕うものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい、俺より早く行ってはいけない。何もいらない、俺の手を握り、涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する生涯お前一人。忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯お前ただ一人。